皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、あなたが集客に苦戦するのは好きなことを仕事にするを勘違いしているからというお話について語ってみたいと思います。よくですね、好きなことを仕事にするっていうのは、最近の流行りというか、昔からそういうところはもちろんあったんですけれども、よりそれが加速をしたのはコロナと、あとリモートワーク、自宅で仕事をするっていう環境が整った時に、会社行って私の人生終わっちゃってどうするんだろうっていうのを考え始めた時に、昔からあったんですよ、好きなことを仕事にするっていう言葉自体は。でそれがより加速したという感じなんですね。でその好きなことを仕事にするんだって言って、実際に本当に好きなことを仕事にしようって言って、じゃあ例えば開業しますみたいな、美術とかアクセサリーの教室を作るんだ、教えるんだとか、料理教室やるんだ、パン教室やるんだとかいう、開業しますよね、好きなことを仕事にするから。で、逆にそれによって、集客ができない人、集客に苦戦する人もめちゃめちゃ増えたんですよ。はい。でこれはある意味、当然といえば当然で、需要と供給の関係っていうところもあるんですけれども、そもそも論の話が分かっておらず、好きなことを仕事にするんだって言って開業しちゃうっていうタイプの人が多くて、陥ってしまっている罠なんですよね。私はそれは勘違いだというふうにお伝えする形になるんですけれども、なので今日のお話は、実際にそういう感覚でいる人にとってはちょっと耳の痛い、若干しんどいかなっていうお話になると思うので聞くの辛いなっていう人はここで閉じてもらって大丈夫です。はい、っていうお話をね、ちょっと今日はこれからしていきたいと思います。はい、では本題をね、お話をしていきたいと思うんですけれども、まずですね、好きなことをじゃあ仕事にしてはいけないんですかっていう話は、そんなことはないんですよ。大いにしたらいいんです、好きなことを仕事にしたら。ただこれを一応仕事にするっていう体においてですね、それなりにやらなくてはいけないことっていうのがセットで大体ついてきちゃうんですよ。でそれを勘違いして、好きを仕事にするんだから自分がやりたいようにやっていいんだみたいな勘違いをする方が結構多くて、例えば会社員とかで、嫌な上司、いじめる同僚、評価してくれない会社とかっていうのに例えば不満を持って辞めたとするじゃないですか。でじゃあ自分は会社勤めしてたけど、じゃあ料理を教え、昔から得意だったし料理を教えたい、好きなようにやりたいんだって言ってね、やるとするじゃないですか。だけれども、ある一定のプロセスを踏まないと、ね、会社をじゃあ辞めました、教室作りました、なんだかインスタとかとりあえず宣伝してみました、来ないですっていう、そういうね、ご相談とかもあるんですけれども、自分としては好きなことを仕事にしていると思っているんですよ。でそれは事実間違ってないんです、間違ってないんですよ。だけど好きなことを仕事にするっていうイコール、やりたくないことは全くやらなくって、自分がやりたいようなことをただ言っていれば勝手に人が集まってくると思っている勘違いもっと言うと、そもそもやるんだって決めて発信もせずに、顔出しも嫌なんです、そんな頻度高くやると売り込みしてるように思われるから嫌ですとかいう人も、いるんですけど、いいんですよ売り込みしてるように見えるの嫌だから発信しないっていいんですけど、どうやって見つけてもらうつもりなのか、要はしたくないっていうのは自分が好きなようにやりたいから、だから好きを仕事にするっていうことと好き勝手にやりたいっていうのを混同してる人がいるんですよね。でこれを私は勘違いっていうふうに言っていて、
じゃあ高橋さんはね、別に好きなこと仕事にできてるじゃないですか、好きをやったんですよねって言って、はい、やってますよ、好きなことで、好きなことをやるのと同時にそれを達成するために、これがしなくてはいけないよなと思うことはやってきてますよ。やったことがないこととかはチャレンジしてやってるし、ある程度の投稿本数が必要だといえばやってます。じゃあ例えばブログね、1年で1000記事書いてくださいって言ったら、あなたはやりますかっていう話なんですけど、私はそれが信頼できる人が成功の道でこうですよっていうふうに言ってくれれば、信じてついていくって決めてれば、1000記事書いてくださいって言ったら書きます。実際に書きましたし、動画もそうです。1000本1年間で動画上げてくださいね、これぐらいのレベルで大丈夫ですよって言われたら1000本上げてます。はい、それはその好きなことを仕事にするために、あ、自分を知ってもらうためにはそれ必要なんだねってスッと理解できたのでやってます。なので私が例えばそのコンサルタントの方とか、何か本にね書いてあったりするようなことをや見たとするじゃないですか。でこれいいかもしれないね、ありかもしれないねと思って、やらないで文句はまず言わないですやってみてうまくいかないじゃないですかっていうことは言うかもしれない。だけれども大概やったらうまくいっちゃうんですよ。なぜならばほとんどの人がやらないからです。はい、そういうふうに書いてある、言われた、その通りに動く人って 1% 以下だって聞きました、私のコンサルタントから。そうすると100人のうち1人しか動かないとなると、成功確率高いですよね。他の人がやってないことをやれて目立つわけですから。なので少なくとも皆さんがやってないことをやっているっていうだけでもイニシアチブがあるっていうのが教室業なんですよ、最低でもね。そう考えた時に、好きなことを仕事にするっていうことと、好き勝手いいってやっていい、やりたくないことは全くやりませんっていうのは全く話が違っていて、やりたくないことはさっぱりやりたくないんだけど、お客さんが勝手に来てくれると勘違いをしていて、その挙句に集客に苦戦していますとか言っちゃう方がいらっしゃる。最近出てきた、増えてきた。それはやっぱりちょっと仕事を舐めてますよねっていう感じなんですよ。だから何度も言うように、趣味はいいんですよ。お金稼がなくてもいいし、集客できなくても、気まぐれで自分がポロッと発信したり、近所の人にこんなのやってるんだ、素敵、教えてって言って、材料費が1000円かかって500円で教えるとか OK なんですよ。楽しいから、それはもう趣味の領域で OK で、じゃあいいですよ、1000円の材料費で1000円でトントン、これでもまあいいですよ、0円、時間がなくなったけどねって言ったって、趣味の世界だからっていう世界になるので、それでじゃあ例えば会社員辞めた、月給25万もらってました、それと同等に稼ぎたいっていうと、やっぱりしっかりお金が入ってくるっていうのが結果になると、なると好きを仕事にするから、やりたくないことは全くやらなくていいっていうことにはならないということに気づくはずなんですよ。はい、だからそこを急になんか勘違いをしちゃって、もう私は自由だ、もうやりたくないことは全部やらないんだ、好きなようにやっていいんだっていうことじゃないっていうことなんですよね。この系の人々が最近増えてるなっていう印象があるんですね。で、あとそういう方は基本的に自己中心的に、自分の都合のいいように世間の人が動いてくれることを期待しています。なのでじゃあさっきの料理教室を開業しますって言ったとするじゃないですか。そうした時に自分が消費者になったら多分わかると思うんですけど、今ってネットで簡単に比較ができてしまうじゃないですか。で、まあじゃあ例えば料理好き、単なる料理好き主婦が、好きな仕事をやりたいからといって開業しました教室、料理、まあ、何を教えてくれるかっていうのはさておき、まあ、じゃあワンレッスン3000としましょう。で、かてや、教室業歴20年、数々のなんとかコンクールで金賞を取り、特別な手法で短時間でめちゃめちゃ美味しいフランス料理とかを、まあこれが何料理とかでもいいですけど、教えてくれる
伝説の予約が取れない教室の先生のレッスンがワンレッスン、まあ、1万円だったとしましょう。仮に材料もいいから。で、これになった時に、じゃあそういう料理を習いに行きたいっていう人がいたとしたら、まあ1万円払ってもそちらに行きますよね、おそらく。うん。じゃあこの先生が、じゃあ例えばね、その人が設定したじゃあ2000円とか3000円とかだったりする金額と、もしも同じ金額を設定してたとしたら、間違いなく皆さんそっち行きますよね。なので自分が消費者だったら、習いたいことに合致した教室をちゃんとリサーチしていくはずなんですよ。うん、なんですよね。まあ、リサーチをするってことは、そのリサーチをするところのサイトとして出てこない限りはリサーチもされないんですけどね。で、考えた時に、その好きなことを仕事にするっていうのをものすごい意気込んで頑張る人って、本当に自分がやりたいことばっかり発信するんですよね。じゃあさっきの料理で言うと、私肉じゃがが大好きなんです、もう肉じゃがマスターで肉じゃがを教えますとかね、カレーライスが大好きで、まあカレーとかだとちょっと特殊だからあれなのか、家庭料理教えられます、家庭料理っていう領域めちゃめちゃ不明っていうはてなっていう感じなんですけどね、家庭料理教えますとか言って教室作ったとして、誰が習いに行きたいと思うかっていうことです。あなたはそもそもそれ習いに行きたいですか、家庭料理って言われてとかって。主婦の人とかだと大概なんか作ったことがあったりとかするやつだったりすると、まあ、お金払って習いに行かないですよねってなると、料理を作ったことがない、じゃあ20代とかの人を対象にお袋の味を教えるんだとかいう、このちぐはぐ感があって、中には習いたい人いるかもしれませんよ、包丁も使えないっていう人多いから。だけど包丁も使えない、もう料理超初心者の20代に教える家庭料理の教室、お嫁に行く前にマスターするべき5個の料理とかいうふうに言われれば、まだ人間が特定できるので、まあ、もしかしたら探してもらえる確率はあるかもしれないですけれども、その人がお金に払うに足る教室だと理解しない限りは、お金を払っていきたいわけじゃないっていうことです。そのあたり結構シビアに、皆さん当たり前ですけどね、自分のお金が出ていくわけだから評価しますよ。で、多分あなたも教室、誰かの教室行きたいって言ったらシビアに教室の内容を見るはずなんですよ。それなのに自分の教室を作るときには、突然自分がやりたいことだけをメニューにした教室が出来上がるんですよね。誰に何をとかではなくて、自分がやりたいようにです。で、このパターンでも稀にうまくいっちゃう人がいます。それは他の人がやってなくって、みんなが習いたくってたまらなくって、でやっと出たっていうことを教えてくれるっていうマニアックなものだったりすると、マニアックな人は引き寄せられる可能性はあります。だけれども、マニアックな人を見つけてもらうためには、マニアックなんです私っていう発信しない限りは見つけてもらえないんですよ。だから好きを仕事にするにしてもいいんだけれども、要は自分、私これめちゃめちゃ好きなんで、あなた習ってみたらどうですかみたいな雰囲気なんですよね。好きを仕事にするっていうのを強固に主張してる人っていうのは、私これが大好きなんです、だからこれで開業したいんです、いや OK ですけど習いたい人どれぐらいいますかねっていう段なのに、諦めてくれればいいんですよ。好きでやってるから、もう集客なんか全然気にしてなくって、月に一人でも来てくれたらラッキーって思ってますっていうところからだんだん膨らんでいけばいいのに、自分の好きな趣味を買ってくれる人に押し付けるようなことを言っておきながら、集客が少ないとか言ってみたりとかですね、金額が安いから OL だった時の金額25万にならないから困りますとかね、なぜ会社と同等の金額を唐突に稼げると思うのかが不思議っていうのが私の思考ですね。会社の雇われの身で行く分には、会社が全部宣伝広告もやってくれてるし、あなたの仕事の役割も作ってくれてるから、そこに行って、正しい成果を出してお金もらってるだけですけれども、自営業って広告とかのその発信とか何もかも全て自分でやってなんぼなんで、
本当に好きなことだけを発信し続けるっていう時には引っかかってくれる、ないしはそれをいいなと思ってくれる人だけが来るっていう状態なので、お金採算度外視になっちゃうケースが多いんですよ。実際にやっぱ画家さんとかアーティストさんって大体そうじゃないですか。自分が好きなことを発信し続ける、世間の評価が死んでから評価される人だって多いじゃないですか。で、そうなってもいいっていう覚悟でやるんならいいんですけれども、それもない、お金は欲しい、発信もしたくない、顔出しも嫌です、サイト作るのめんどくさいです、パソコン苦手です、で集客できないです、私これっていうのだけで食っていきたいですっていうのは、なかなかにうまくいく確率はめちゃめちゃ低いです。はい、それは大いなる勘違いをしているということを私は声を大にして伝えたいのです、はい、好きを仕事にするのは大いに結構です。だけどそれをやるために必要なことをやらなくちゃいけないのが出てきちゃう、セットで出てきちゃう場合もあります。だけどそれも合わせていい、頑張るって決めてセットにやるっていうことで初めて好きを仕事にすることができる。好きを言い続けたら人が集まってくるっていうのを期待してやってる場合には、結構時間がかかるケースがあります。で、昔はそれでも良かったんですよ。好き私料理教室やりましたって言ってるだけで良かったんですよ。なぜなら習いたい人の方が多かったから。はい、今はそうはいかない。私はこういう教室にこういう食生活を変えてくれるようなことを教えてくれる教室に行きたい。で、日目だけじゃないんですよ、最近の人たちの選び方って。その先生が好きか好きじゃないかっていうのも大きなポイントになるので、だからライブでお話をしているような先生の方が人気で出たりするんですね。ライブだとそのままがそのまま出ますからね。で、私も動画をこんなにいっぱい撮っていっていっぱい出してるのは、私の考え方に共感する人だけが私に相談してくれればいいと思ってるから、私ってこういう考え方する人ですよっていうのを伝えてるんですよね。だから自分を、好きなことだけを本当にやりたいと思うんだったら、圧倒的に他の人より選ばれると思われることを強調ポイントとしてやっぱり言っていくべきで、単にお料理好きだからお料理教室開業しました、皆さん来てくださいでは今は来ないです。だから来ないのが当たり前なのに集客ができないですって相談してること自体が本当は違うんだよっていうことを伝えたいんです。やることやってないじゃないですかっていうことですね。習いたい人のある程度要望に寄せてったりとか、どういうものが好まれるんだろうっていう、そのお客様を思いやる視点がさっぱりないじゃないですか、やりたいようにやってるだけだから。だからこのタイプの方は考え方を変えない限りずっと集客できないんですよ、通常。なので集客ができないんですっていうふうに思っちゃうこと自体、要は集客できると思ってるっていうことじゃないですか。だから大いなる勘違いですっていうことを言っているということです。はい、ですからお客様っていう買いたい人のためにサービスがあるっていう視点に立てるか立てないかっていうのは特に開業初期は必要で、数年後に全てやりたいようにやるっていうので全然いいと思いますけどね。私は10年かかってそんな雰囲気にしてきているので、やっと時間が少し作れるようになってきているので、お仕事とかもやりたいようにやれてるしっていうことはできてきているから、どんどん幅を広げて今いろんなことをまたチャレンジしてるんですけれども、それをやるのに10年かかってます。はい、でもこういうふうになりたい自分っていうのはもう一息遠いところにあって、そこまでのステップを地道に一個一個クリアしてるっていう、そんな感じです。はい、ですから仕事ってそんな感じだなっていうことも理解していただいて、集客ができないという前に自分がどういう思考で動いているかっていうのをチェックしてみるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、それでは今日のまとめです。あなたが集客に苦戦するのは好きなことを仕事にするを勘違いしているからという、どういう勘違い
というと、何でも自分の好きなようにしていいと勘違いしているからです。仕事っていう面で考えた時には、やるべきことはやはりやらなくてはいけないっていうのもセットになってきますよっていうお話でした。それでは。